様？何やら落ち着かないようですが、お出かけですか？かしこまりました。今鍵をお開けします。秋葉様や四季様には、お二人には秘密ということですね。行ってらっしゃいませ。くれぐれもお気をつけて。アドト、そう簡単には行きませんよ、レンさん。今外は何やら物騒じゃないですよね。誰もいないんですから。外はとっても静かで、いろいろと企むにはもってこいの状態なのです。そんな危険な街にレンさんを行かせるわけにはいきません。いろいろ企んでいる琥珀的に。なので、それだけの実力があるかどうか、ここで確かめさせてもらいます。ラウンド1ファイト。やられました。もう遅いですか。ヘッダーですよ。ニュービー。ち、喉が。ラウンド1ファイト。どういう意味？ラウンド1ファイト。どうぞ。KO。こんな結果。ターゲット。UV。脅かさないでくれ。で、なんで怒ってるんだ？もしかして散歩中に迷ったのかな。しょうがないな。寄り道になるけど送っていくよ。ここからならアルクエイドの部屋の方が近いから。ますます怒ってる。ちょ、待った。俺なんかしちゃったか、レン。ラウンド1ファイト。危ないのは好きな子。よーし、その気になった。ラウンド1ファイト。かかる火の粉ってやつ。ラウンド1ファイト。いい舞台になるといいが。ラウンド1ファイト。
さて、どう盛り付けたものか。ラウンド1ファイト。誇るだけにくれてやる。ほう、こちらで、ちとまずいか。パーフェクト、ラブパーフェクト。これは大番狂わせというやつか。本来ならここには魔眼持ちが現れるはずだったのだ。使い魔は使い魔なりに主人を守ったということ。皮肉ではない、純粋な賛辞だ。喜んで受け取るがいい。何しろ働きを認められるのはこれが最後になるのだから。奴が来ないのならこちらから出迎えに行かねばならない。そこをどいてもらうゾンムマ。そのか細い首、頭を撫でるように叩き折ってくれる。ラウンド1ファイト。パーフェクト。ユーミン。サイエンザ停止。幻影の夏をなぞり、結末だけを書き換え、ゼフィアが極界の果てにたどり着いた第六法を成立させる。一夜限りの祟りを現実のものとする。そのためにオート式はワラキアの夜を消去した後、私に消去されねばならず、精神干渉に特化した使いの人が一夜の祖母の気がつくと、完全な設計をしたところで、それを成し得るのは人の腕というほど。いいだろう。あなたが生んだ破局を私自らの手で修正しよう。私は冥界に死に絶えるオシリスの姿、霊長を救う最後のアトラスである。これよりあなたを賢者の石に変換する。ラウンド1フェルファイト。オウン、パークドライブフィニッシュ。パーフェクト。ヘルメス。ユーミン。レン様、いつの間にお帰りに。あ、ダメよ翡翠ちゃん。レン様は行かせておいてあげないと。そうですね。四季様もアキラ様もお怪我一つなく帰ってきてくださいました。きっとレン様は頑張ってくれ